ピクテ・スペングラー反応とは、有機化学における化学反応の一つで、トリプタミンのようなベータ、アリールエチルアミンとアルデヒドを縮合させ、閉環させる反応である。1911年にピクテとスペングラーにより報告された。通常は、酸性条件下、加熱することで反応が進行するが、反応性の高い機質は、生理的条件下でも、良好に反応が進行する。 酸性条件下網のもととアルデヒドからイミニウムカチオンが生じ、ここに分子内で方向感がフリーデルクラフツ型の嗅覚負荷を起こすものと考えられる。つまり本反応は万日非反応の一つと言える。下の図ではトリプタミンとアルデヒドとの反応を例に気候を示す。インドールやピロールのような嗅覚性の高い方向感は 温和な条件下で生成物を高周率で得ることができる。一方、フェニル元などの嗅覚性の低い方向間では、高温化や強い酸を用いても周率は低く、メトキシモトのような電子供与器を必要とすることが多い。万日非反応と同様に、アルデヒドでは高周率であるがケトンを用いるとほとんど反応が進行しないことが多い。なお、 オリジナルのピクテスペングラー反応は塩酸存在下でベータ、フェネチルアミンとホルムアルデヒドジメチルアセタールを基質としたものであった。複素間化,化合物の合成法として医薬品化学をはじめとした分野で現在でも汎用されている。醤油やケチャップなどの食品中にはトリプトファンとアルドースを基質とした本反応による生成物が含まれている。 また、フェネチルアミンからは、テトラヒドロイソキノリン骨格が、トリプタミンからは、ベータカルボリン骨格が生じるため、これらの骨格を持つアルカロイドは、本反応を経由して生合成されていると、考えられている。本反応は、型状を用いたコンビナトリアル合成にも適用が、可能である。3.4ジメトキシフェノールから本反応により、イソキノリを得る反応は、 ピクテスペングラーエソキノリンゴ製法と呼ばれる。インドールなどを基質とする場合よりも強い反応条件が要求され、通常は塩酸、またはトリフルオロサク酸存在下で還流条件とする。ホルムアルデヒド以外のアルデヒドを用いた場合、生成物には新たな不正中心が生じる。基質あるいは補助剤を工夫することにより、ジアステレオ選択的なピクテスペングラー反応が、 報告されている。また、キラルな酸を触媒とする例も報告されている。ピクティッド・ A ・シュペングラー、T ・バー・ドイチュ・ケム・ジズ、1911・44・2030から2036創設、ウェイリー・ WM ・ゴービンダ処理、TRORG ・リアクト、1951・6・74・ハーン。 ジーラ・ドゥイグ、H、バー、ドイチュ、ケム、ジズ、1934、67、2031から2035、ニールセン、TE メルドル、MJ カム、ケム、2005、7、599から610、ドイ、10.1021、CC05008 a 創設、ニールセン、TE ディネス、F メルドル、M カー、オピン。 ドラッグディスコフ、デビル、2003、6、801から814、グレムマン、C ビリムセ、B ワナー、MJ コーメン、GJORG、レッド、2002、1955から1958、A エンリケール・ラーギー、マルセラ・アモンゲロ、アンドレア・ BJ、ブラッカ、アンドテオドロ・エスカウフマン、アーキバック・ピアニッシモ、98から153、2005B テオドロ・エスカウフマン、 ニューメソッツ・フォーザー・ソメトリック・シンセシス・オブ・ニトロゲン、ヘテロサイクルズ・エド、JL ・ビカリオ、ISBN81 から7736から278、X ・エックスリサーチ・サインポスト、トリバン・ドラム、インディア、2005、チャプター4、ピアニッシモ、99から147、C 14・ R ー,ード、J ・ C ・ R ード、A ・ M ・リスト、B ・ J ・アム、ケム、ソーク、2006、 128,1086から1087ありがとうございます。